鶴田駅は、栃木県宇都宮市西川田町にある、東日本旅客鉄道日光線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎側のホームは使われていない。指定席券売機と、簡易水カ改札機が設置されている。宇都宮駅管理の業務委託駅。ホームはかさ上げされていない。駅本屋とホームを結ぶ、古戦橋は1911年製で、 2009年2月に経済産業省より平成20年度の近代化産業遺産に認定された。一番線を上下手本線とした一線スルーとなっているが、早朝、深夜の一部列車を除いては原則として方向別に発着する。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1219人である。2000年度以降の推移は、 以下の通りである。駅前を通る栃木県道155号、羽生田鶴田線駅前に関東自動車のバス停留所がある。橋脚跡かつては東武鉄道大谷線や専売公社工場及び富士重工業宇都宮製作所への専用線と接続していた。東武鉄道大谷線の移行は住宅地開発や宇都宮環状道路の建設により新鶴田駅付近まで ほぼ消滅したが、道路化を免れた築堤が現存している。千倍公社専用線は、廃線後、歩行者自転車専用道路、中吉通りに転用されている。同線の記念碑が、中吉通り沿い、駅から300メートルほどのところにある。千倍公社専用線は一部区間を、東部大谷線の軌道跡を流用している。ありがとうございます。